っしゃ、やったー、サワラ。まさかまさかのこのでかいサワラが釣れちゃいました。早速体調測ってみます。ここからセンチかな、尾びれ入れて83センチ。おお、重さは5キロぐらい。よいしょ、鱗ってある。どんどんなんで鱗は。すごっ、サワラの卵が入ってる。カラスミにしたら美味しそうだね。卵すげアニサキスがいたんだけど、今回はいないね。スキミ。うん。うまい。Thank you.
はい、やっとできました。83センチのサワラ、サワラの刺身、冬のサワラ、めっちゃ脂が乗ってる。バーナーで炙ってみました。炙り麺がこんな感じ。いただきます。まずは背中の刺身からいこうかな。いただきます。すんげえ身が甘い。あ、そしてあ、この油、へえ。次はハラミ、いただきます。またブリとかそっちの油とは違う、なんか本当に上質な油ってこういうものなんだなっていう油。へえ、油が全然くどくない。で、すっごい上品な油。この炙りサワラ、冬の炙りサワラ、いただきます。サワラには辛口の酒がよく合うわ。サワラなんでみんな釣りたがるのかよくわかった。これ刺身作った時に剥いだ皮なんですけど、すごい脂が乗ってそうだったので焼いてみました。皮の脂肪が美味しい。これ胃袋です。サワラの胃袋。サワラの胃袋も美味しい。できたー、サワラの味噌漬け。早速いただいてみます。味噌の香りが香ばしい。
いただきます。このね、皮のところのこの脂、ここはすごい美味しいです。刺身で食べきれなかった部分をこの味噌漬けにして食べてみました。このハラミのところが最高。もともと脂が乗ってて美味しいサワラだったんですけど、味噌漬けにしたら、さらに味噌とこの脂の香りが相まって美味しい料理になりました。皆さんもサワラ釣ったらやってみてください。サワラがこんなに美味しい魚だとは思わなかった。それではまた。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。酒買ってきちゃおうかな、今から。